はい、こんにちは。今日は心理学でザイガルニク効果といういかにも噛みそうな話をしていきます。これ何かっていうと、物事は完成してしまうよりも完了してしまうよりも中途半端の方が次のステップにスムーズに進みますよっていう話です。で、これまず実験があって1時間かけて算数とかパズルの問題っていうのを被験者の人に解いてもらいました。トータルで20種類ですねの問題を解いてもらうんですけど、その解いた問題のうち10問は最後まで解いてもらって、半分の10問っていうのは途中でタイムアップ終わりですっていうふうに切ってしまったんですね。その後どんな問題を行ったのかっていうのをちょっと日にちを置いて思い出してもらうっていう実験をしました。どちらの方が問題を思い出すことができましたか？1、完了した問題。2、タイムアップで途中で切った問題、完了だった問題。で、これは結論言うと、もう冒頭にも言ったように中途半端未完了だった2番の問題の方がより多く思い出せたっていう結果が出ました。冷静に考えると20個の内容をそもそも思い出すことっていうのが非常に難しかったりするんですけれども、未完了の問題の方が完了した内容よりもトータル平均すると2倍の数思い出すことができましたと。あんな算数の問題解いたよねと、あんなパズル解いたと思いますっていうような形で思い出せたということです。で、目標に向かって課題に取り組んでいる最中っていうのはすごく見えて緊張感があるんですよね。だから今の話で言うと算数の問題を解いているとかパズルを解いている瞬間っていうのはすごく緊張感があるんですよ。一方で目標が達成されてしまう、パズルが解けた、算数の問題が解けたってなってしまうと一気に開放感が出てしまって、緊張が解けると、そうすると記憶が焦っていってしまって忘れるというような、これをコーチング用語なんかで言うと バーンアウト、燃え尽き症候群なんて言ったりするんですけれども、このことから我々の生活にじゃあ応用していって一歩目の行動のスピードを上げていくためにどうしたらいいかっていうと、まず一つ目は仕事を切りのいいところで仕上げて、お疲れさんでした、お先に失礼しますっていう風にするんじゃなく、次の日の仕事に少しだけ手をつけてから帰るっていう方が、その中途半端に手をつけた仕事から次の日仕事を始めようっていう風になって、朝来て、はあ今日は何から始めようかなってするよりも、今日は、昨日手をつけたあれから始めていこうっていう風にやって、始まって、仕事に取り組んでいくうちに、あの仕事もあるなとか、あの人から電話かかってきたなとか、このメール解かなくちゃいけないなっていう風にインスピレーションがどん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 湧いてきて、次の仕事にもスムーズに切り替えて取り組んでいくことができるというような形です。それから2つ目に、今度は逆に人の行動力を上げていきたいという場合は、例えばですけど新しい仕事の手順を人に説明する、あるいは、学校の先生とかっていう何か勉強を教えるような立場の方だったら、生徒に新しい単元を教える前にその単元を少し教科書とかで取り組んどいてもらうんですよ。新しい仕事に先に手をつけといてもらうんですよ。で、ある程度予習をしてもらってから、少し先に仕事をしといてもらってから、改めてどこまで進んだかっていうことを確認しつつ、一から手順とか勉強の仕方、学び方っていうのを教えていく方が、はるかにその人の定着力っていうのが上がっていきますよっていうことなんですね。だから学校の勉強なんかっていうのも、実は宿題をやるよりも予習を先に済ましておいた方が定着率とか学習効果っていうのはアップしていったりするんですよね。仕事も同じです、はい、ですんで仕事に、確かに中途半端で終わらせるとか、勉強とかでも問題集を解いてて1章が終わって2章をちょろっとだけ終わらせておやすみなさいって寝ると、なんかちょっと2章の次の問題何があるんだろうなとか、明日あんなメール中途半端になったけど今日思ってたことと明日思ってることが違ったらどうしようかな、ドキドキみたいな風になってしまうので、確かに怖いと思うんですよ。ところが脳っていうのはモヤモヤを残しておくことによって次の行動までのスピードを高めてくれるだけじゃなくて、効率とか生産性っていうのも上げてくれますよっていう結果が出てます。ですんで、あえて皆さんがいろいろ仕事とか勉強とかっていうのを取り組んでいる中で、あえて中途半端に残しておくことによって次の一歩っていうハードルを下げていった方が、結果トータルの時間でかかるものとか皆さん自身のエネルギーとかっていうのが少なくて済みますよっていうお話です。
ぜひ、取り組んでみていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、例えばそのさっきも言いましたけど、仕事であればメールを書きかけにして次の日の朝に完成して送ると、メールを送るっていう、メールを書く送るっていう仕事をすることによってスイッチを入れてその日のエンジンをフル回転させていくっていうような、あ、仕事の仕方なんかをしてみるといいんじゃないかなと思います。僕も最近いろいろ自分で実験してるんですよ。まあ1日おきとか1週間単位とかで、9月の2週目くらいから始めてみたんですけど、ちょっとまあ遅い時間になってしまって、例えば18時を過ぎた後とかのメールをお客様に送るっていうのは、まあ、やっぱりもうその時間には見てないだろうし、お客さんにとっても、で僕もやっぱりもうちょっとその時間を過ぎたらエネルギーが尽きていると言いますか、その日1日分使うためのエネルギーって尽きているところがあるので、まあ、次の日にメールを送ろうと。だからメールを書きかけておいて、で下書きボックスに入れておいて、次の日朝来たら、それを打って、まあ、朝9時とか10時とかにもう全部一層に送ってしまうと。そうすると結構特に午前中のエネルギー効率っていうのが非常に良かったりするんですよね。だから午後ちょっと余裕ができて、次の日の仕事に取り組む時間ができたりとか、普段ちょっとなかなかコンタクト取れてないお客様に電話入れ1本入れたりとか、メール1本入れたりとかっていうのができ始めてきているので、これ結構中途半端にするっていうサイガルニック効果っていうのは非常におすすめですので、皆さんもぜひ試してみていただけたらなというふうに思います。まあ、中途半端があなたの行動力をアップさせるということですので、騙されたと思ってぜひ取り組んでみてください、というそんなお話でした。ということで今日はお疲れじゃないよ今日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。